しまった。二ゼロ一。よっ。ちょっと待って、クリップがずれちゃった。こういう感じかな。オッケー。みなさん、こんばんは。こんばんは。あ、やばい、シェアしてなかった、シェア。 よし、皆さんこんばんはーまむですよろしくお願いしますさあ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 えっとさっき18時1分から18時16分まで配信したんですけどその時にあのタコパの話を少ししたんですよそれであのタコパ私。 あのそのタコパの話がちょっと完璧に終わる前にちょっとあの時間が来てしまって、もっと話したかったので。ああ、流星群ありがとうございます。もっと話したかったので少し話します。タコパなんか最近タコパしてないなっていう話から始まったんですよ。なぜタコパの話になったかちょっと忘れちゃったけどで、あの私があテトさんよ,よー。来てくれてありがとうございます。はーい、流星群。<laughs> であのタコパーをなんか一番最近したのが「あ松島さんワンバンコワンバンコ!」来てくれてありがとうございます <laughs> でそのタコパーを私はあの幹部じゃなかったんですけどあの呼ばれてなんか「マムちゃんも一緒にやろう」って言われて「はーい」っつって言ったらあのタコパーのもうたこ焼き職人になるかっていうぐらいたこ焼きをめちゃくちゃこう作ってやってたんですよ。 あ松島さん配信オツオツですありがとうございますでは「星投げぽいぽい」ありがとうございます嬉しい <laughs> それでタコパをあのした時になぜか私が幹部じゃないのにあの呼んでくれてで私はこうたこ焼き職人のかのようにこうめちゃくちゃこうわってわーって,わーってたこ焼きを作ってたんですその間にあの幹部の人々が引き継ぎをやっててでなんでそれをタコパしながら引き継ぎするかしたかっていうと先輩がなんか「 もうあの結構さそういう引き継ぎの話とかってさいろんな話するし真面目な話もあるし暗い話もあると思うけどでも今後幹部をやるにあたって楽しんでほしいし、あのー、あまりそんな暗い話とかになりたくないからタコッパしながらだったら楽しく引き継ぎができるじゃないっていうことで先輩があのやそう言ってくださって、あのー、タコッパ大会になったんですよ。タコッパしながら引き継ぎっていう でもさ、なんかそういう発想をする先輩が本当にすごいなと思ってた私なんかねそんな暗いこと暗いというかこれからさやっぱ新しく幹部になるってなったらさいろいろ不安とかもあると思うんですよこれからさいろんなみんなをさ部活のみんなを引き,つ引,きえ引っ張っていかないといけないしその先生とかにもさいろいろさお話とかすることとかこれからどんどん増えていったりするけさいろんな部活に。 関しじゃけえさそれをさなんかそれをさもう楽しく引き継ぎしてこれから頑張ろうっていうのがさすごいねほんとそのその先輩の考えがすごすぎてちょっとみんなと共有したかったっていう話です。ね。 そんなタコパシながら引き継ぎしようっていう発想なかなか出てこないと思うんでそれがすごいなーっていう話でしたさっきこれを話したかったのに話したりませんでした以上です <laughs> 松島さんさすが広島え何の話だろうありがとう <laughs> 何の話だろうちょっと待ってあのもう一個の端末を持ってきた充電49%になりましたね <laughs> あただいまカープ勝っておりますよっしゃこのまま勝ち進んで勝ち進んでいこう <laughs> ープ頑張ってー <laughs> 待ってねーよ,しよしよしよし検索検索ああ,あ,あ自分のありましたなんかねこっちの方がねコメントが見やすいんだよね今回は今回はてか広島にいる間はもう一個の端末を使った方が見やすいんですよ <laughs> よいしょ 今合計ポイントが13万6097ですねありがとうございますよしとりあえずこの配信で14万は絶対に行きたいですね14万5000ポイントいけたら嬉しいな14141516うんよし頑張りますであの今14時半からの配信で私は少しずつこのマニキュアをね 塗っていってていたんですよでそろそろね結構乾いたけ次の工程に入りたいと思います次の工程がこれをぬりぬりするのとネイルホリックの、えー、とホログラムのねやつをぬりぬりするのとシールをね貼ろうと思ってるんです明日はあの我らがいとこちゃんと遊ぶから爪を可愛くしないといけないの <laughs> いけないのって義務感 <laughs> じゃけねねなんか、ね いろいろシールがあるけ、そのネイルシールを貼ろうと思う。え、何がいいかねこういうキラキラのもある。キラキラのもあるし、なんかね、こういうのもあるし、わかりにくいね。夏っぽいのもあるよ。海とか。あこっちがいいかなこのフルーツ。フルーツがいいかも。フルーツにしよっかな。かわいい。フルーツとアイスだ。フルーツとアイス。<laughs> 特に意味はないアットマークでします。<laughs> ないんかい？いやこれあ見えにくいな。あー見えにくい見えにくかったです。うんごめんなさいね。アイスとかさパイナップルとかフルーツとかフルーツとかアイスとかをがいろいろあるシール。え何にしよう？えー、楽しいどうしよう何しようかな？え終わったらツイッターにあげようかな。<laughs> ああげよっかなーにあげよよっっかかななにでもこれさあの自分でさこうやって写真撮るのむずいんだよねこうやってなんかわかるみんなさいい感じにさなんかこういうのとか持ってさこういう感じでさ何なんかいい感じじやってんじゃんあれどうやってあんの <laughs> 難しい <laughs> あでもなんかこうやって親指だけべついみたいな人もおるよね <laughs> あてつやさんやあやあももさんやあやあおてつやさんあ来てくれてありがとうございます。<laughs> 今あのあ違14時半から少しずつ塗っていったマニキュアそろそろね終盤に差しかかっておりますとりあえずねシールから貼ろうかなあのホログラムからやっちゃうとさシール貼りにくくなる系さえどうしよっかなアイス ?Oh my girl ごめんのセリフいつ say everyday このままじゃまだまだいつものライフ I got c h a n g e my life えどうしよっかな親指はこのシール貼りたいなパイナップルパイナップルおおパイナップル <laughs>、はあ、松島さん「俺はかなり強い!」ってカレンジャーと同じ時のライダーですなん <laughs> じゃそりゃそうなのそうなんじゃちょっとね仮面ライダーはちょっと詳しくないんですよ えー、じゃあ結構前の10年ちょい前の仮面ライダーなんですねめっちゃいいの見つけたみんななんかねジュースみたいなの貼るこれさ剥がすのが難しいんよねえー、これちょっと見てほしいこのジュースみたいなの見えんねこれはね見えません残念まあいいや貼るね <laughs> ああこれを親指に「貼りーの」 仮面ライダーでんおうえなんか聞いたことあるその名前 <laughs> なんかね仮面ライダーね見たことないけどさ戦隊の後にやってるっけいつもでさ時々さまれにね偶然たまたま見るんだけどさ <laughs> それでなんかメダルのやつとかメダルを集めたりなんかさ2つなんかとなんかを合わせてさなんか半分ずつさこう割れたのがこうガチャンって合体するようなやつとかあるじゃん。 ああいうのは見たことあやばいやばい,やばい、あー、まあ、まあそこじゃないそこじゃないねんそこじゃないねんどうがいいかなこういやこうだなよしそれそのくらいかな仮面ライダーで知ってるのはえなんかさよく分からんさ薬品みたいなさこんぐらいのえっと 戦隊でいう充電池みたいなやつをこうなんか組み合わせてさ、ガシャンガシャンって言ったらさ、こうなんかガシャンってなるやつ <laughs>。伝わるあ、仮面ライダーダブルですね。あ、それだ、多分、それだ。あとなんかメダルをなんか集めるやつ。こんぐらいしかわかんないかも、仮面ライダーは。あ、あとあれなんかお化けのやつ、お化け。お化けじゃないか。<laughs> 何え、仮面ライダーゴーストだっけなんかさ、いろんな昔のさ、人がさ、憑依するやつ。織田信長とか。信長みたいな感じでこうなんか、その、 なんかお化けみたいなのが憑依するやつ。憑依で合ってるかななんかね、友達が仮面ライダー好きで、そのお化けのやつはなんか見た聞いたことがある。あ、それは仮面ライダービルドです。あ、薬品のやつね。あ、仮面ライダーダブルと薬品は別だった。<laughs> あ、ゴースト正解。やったー <laughs> でも名前しか知らんわ、ほぼ。ほぼね、名前しか知らん。でもね、 合っててよかった, <laughs> 合っててよかったあれですか松島さんは仮面ライダーも好きなんですか仮面ライダーも戦隊も両方好きだってことですかねメダルは「仮面ライダーオーズ」ですえっやったーってことは私さ4つも知ってるの?「仮面ライダーゴースト」と「仮面ライダーダブル」と「仮面ライダービルド」と「仮面ライダーオーズ」いえまあ、知ってるっていうかこういうこういうのがあったなーっていうのしか知らんけどねうん <laughs> やばちょっと待ってねこれシールが剥げんあ特撮オタですあそうなんですねそっかそっかあのスーパーヒーローとかはどうですか逆にアベンジャーズとかジャスティスリーグとかそういう系のえっとスーパーヒーローアメコミ系のスーパーヒーローは好きですか <laughs> 私アメコミ系のスーパーヒーローも大好きで。 えっと、戦隊とあとあのアベンジャーズとかジャスティスリーグとかでもあの映画バージョンのがすごく好きでちょっとコミックスは読んでないんですけど待ってこれさシールが剥げんどうしたらいい来た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 たれた取れた取れたちょっとねよし あめっちゃいい感じ親指できました見える見えにくいねこれどうやったら見えるんだろう光光の加減見えにくい <laughs> 見えにくいやいやこれだけ時間をかけてやっと親指が完成あとはどこに仕入れようかやっぱさここかなここでこれが可愛い系なこれ貼りたいなでもなんか雰囲気違いすぎるか どうじゃろうかうつ say everyday このままじゃまだまだいつもの life え待って20時12分って間違えてない20時2分だよね間違えたテロップ編集 <laughs> 待っていけるかな無理だちょっと待ってくださいよあ松島さんフリーズしたなぬ え、私のがフリーズしましたかえっとさっ今聞いたのがですねどこまで聞きましたか <laughs> どこまで聞きましたかつってあのアベンジャーズとかジャスティスリーグとかのあのアメコミ系のスーパーヒーローは好きですかっていうのを聞いたんですけど聞いたんですけど <laughs> 好きですかあ松島さんプチカウント50完了ビシッありがとうございますあ復活しましたね、よかった あの今、松島さんにね、あの聞いたんですよ。アベンジャーズとかの、まあ、アメコミ系のスーパーヒーローは好きですかという質問を投げかけました。お答えお願いします <laughs>。K さん、初見です。ありがとうございます。ありがとうございます。カウントだけでもお願いします、K さん。<laughs> ありがとうございます。今ね、マニキュアをね、やってるんですよ、マニキュア。えっと、全、あ、まあ、14時半からちょっとずつ、あの、 今3回配信して今14時半から数えると4回目の配信なんですけどそれでマニキュアを少しずつ塗っていって今もう最終段階に入っているところです今シール貼っているシール貼ったらシール貼らないところにはねこのホログラムをつけようと思いますでもホログラムつけてシールうんガチャガチャするかどうしよっかな I got change life my あ松島さん残念ながらその編み込み系は見るだけです話せるだけ詳しくない 話せるだけ詳しくはないですああそうなんですね。あでも見てるんですね。<laughs> 私、アベンジャーズも好きなんですよ。あこれは、これはあれですね。ワカンダ・フォーエバー。ケイさん、かりんとやばい。何の話ですか <laughs> 何の話ですかかりんとカかりんとそっか。アベンジャーズとか、ジャスティスリーグとか。私はね、 あのー、でもミチェルってことは知ってはいるんですね <laughs> でもそっかそっかだからレディープレイヤー1見ました <laughs> 見まって急レディープレイヤー1がさすごいさ良かったんだよねいろんなキャラが出てきて <laughs> あケイさんカウントだようんカウントお願いしますカウントが仮に通って聞こえたってことをごめんなさい <laughs> カウントお願いします カウント何それ美味しいの的なやつ <laughs> カウントお願いします。ね小指何つけたらいい小指じゃない。ここ何指だけ薬指。えー、めっちゃ可愛いいケイさこのままでもいいかなこの指だけすごい可愛いえもうシンプルに親指だけにするうんケイさん嫌です。はーい。<laughs> 松島さんその用語が全然わからないのね。残念。アンドスマえ全然いいですよ。全然全然。 全然良きです。全然良きです。<laughs> えっと、K さんにカウント断られました。了解です。はい、ありがとうございます。はい。あの、無理にとは言いません。<laughs> しょ。待って、悩んできたどうしよう え、どうしたらいいだってさ、もうこのままでさ、十分可愛いわけよ So let's try again, try again 何度凹んでもちょっとここの指ホログラムにしよっかなあ、松島さんでは落ちます田舎なんで修繕ですあ、ありがとうございますバイバイ あこのあと21時,時3時からなのでもしあ21時,時3分からなのでもしねお時間があればよろしくお願いします松島さんありがとうございましたバイバーイ次どうしよっかな次今ね考え中なのでもここにホログラムをつけたいけどさつけたら乾くまでさ何もできないじゃあけホログラムじゃないのを先につけた方がいいな ネバギーまあ、この2つホログラムにしてこことここをホログラムにしてうんここホログラムシール何もなしにしようシールシールシール何貼ろうかなあれシールあったったシールうーんこのねここだけ色を変えてるのがポイントなんですよめっちゃ可愛い分かるちょっとちょっとだけ色が違って可愛いんですよ こっちはもうはっきりとね、黄色。ピスタチオイエローじゃったっけあ、間違えた。ピスタチオグリーンそう、ピスタチオグリーンにしたっけ何しようスイカうん、でもさ、これ明るめの色じゃけちょっと、違う感じの色。もはや、これ、あこれにしよっかな。はい、決めました。 あ、K、さん通信制限中だからなぬなのに来てくれたんですかありがとうございますよいしょじゃあ今からアイスのだんだんだんになってるやつを貼りますヒートさん最近の色の名前がややこしいいや本当ですよね私が言ったピスタチオイエローっていう色はこれですねあっ間違えたピスタチオグリーンだったこれです これがピスタチオグリーンらしいんですよ。それをここに塗りました。<laughs> で、もう一個こっちの薬指だけに塗ってるのは、えカシスピンクだって。カシスピンクです。この色。カシスピンクだそうです。で、もう一個が、これね。これは、あとたくさんの指に塗ってるのが、ハワイアンベリーだそうですね。<laughs> ハワイアンベリー。 K さん日曜日に解除だからあ9月1日9月から解除ですねそっかそっか了解のすきですありがとうございます通信制限なのに来ていただいてありがとうございます <laughs> よしじゃあこれを貼るよこのだんだんになってるちょっと見にくいけどだんだんになってるかわいいこのアイスちゃんを塗ります これ剥がすのが結構難しいんだよね。きた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 。はい。剥がせたよ。でこれをこういう感じに可愛く貼りたい。あ、可愛い。えめっちゃいい感じ見て。ちょっと見にくいと思うけど、え可、ー、愛い,い。 K さん低速運転中えそういう時って私の画像とかも結構荒かったりするんですかあの音声はちゃんと聞こえるんですかその速度制限の時はどうなんじゃろう速度制限の時に見たことがない記憶わからんあクオンさんこんちゃーこんちゃー来てくれてありがとうございます今マニキュアの最終段階に入っているところですシールをねペタペタ貼ってるの でシールを貼り終わったらホログラムをつけるのめっちゃ可愛くなってきた右手どうしよう右手はここ,ことどこをさホログラムにするって言ったこことここかうんどこにシール貼ろうかなじゃあ,あマッキーさんこんばんはこんばんは来てくれてありがとうございますえー、どこにシール貼ろうでもさ親指はやっぱ貼った方が可愛いと思う私もそう思う <laughs> あでも逆にホログラムああ悩むな悩むな にしようそうしようこことここをホログラムにしてシールは中指にとりあえず貼ろうかな <laughs> デザイン考えるの楽しいこのね夏のねシール何にしようオレンジとか貼っちゃおうかなオレンジオレンジオレンジレンジなぬクオンさんが低画質だからマニキュア全く見えんえっマジかそれって私の問題だったりする これ画質の変更とかできるあ、配信画質ってあったよ